こんにちは、皆さん。今回は20世紀に起こった緑の革命の中心人物ノーマン・ボーローグと彼がもたらした影響に焦点を当てます。緑の革命は食糧危機に直面していた世界に希望の光をもたらしました。この革命の中心にいたのがノーマン・ボーローグです。彼の先見の明と革新的なアプローチは世界中の農業に革命をもたらし、食糧生産を劇的に改善しました。ボーローグは小麦や米などの高収量品種を開発し、多くの国での飢餓を減少させることに成功しました。彼の業績は現代農業の発展に欠かせないものであり、今なお多くの人々の命を救っています。この動画を通じてボーローグの人生と業績を深く掘り下げ、緑の革命が今日の私たちにどのような影響を与えているかを探ります。彼のストーリーから学ぶことは多く、農業の未来について考える上で大きなヒントを提供してくれるでしょう。この物語を通じて緑の革命の重要性を理解し、現代農業の未来について一緒に考えていきましょう。ノーマン・ボーローグの物語は彼の生い立ちから始まります。1914年アイオワ州で生まれたボーローグは農家の子として育ちました。彼の教育は農業に根ざした実践的なものであり、この経験が後の彼のキャリアに大きな影響を与えました。彼はミネソタ大学で植物病理学を学び、その後さらに専門的な知識を深めるために遺伝学の分野に進みました。ボーローグの農業への関心は彼の幼少期からの経験に由来します。彼は農家の仕事が食料供給という大きな役割を果たしていることを幼い頃から理解していました。大学での学びは彼のこの分野への興味をさらに強め、彼を農業科学者へと導きました。ボーローグは学問的なキャリアを積む中で小麦の病害抵抗性に関する重要な研究を行いました。彼はメキシコでの国際小麦およびトウモロコシ改良センターでの仕事を通じて単管種小麦の開発に成功しました。これは後に緑の革命と呼ばれる農業改革の基盤となり、世界中の食糧生産に革命をもたらすことになります。ボーローグのこの時期の業績は彼の後の革新的な活動の土台となりました。次は緑の革命の始まりとその展開について詳しく見ていきましょう。緑の革命は1960年代に始まり、世界の食糧生産を根本的に変えた運動です。この運動の核心は高収量品種の開発とそれを支える農業技術の進化にありました。この革命の目的は急速に増加する世界人口に対応し、食糧不足の問題を解決することにありました。ノーマン・ボーローグは特に小麦と米の分野で顕著な成果を上げました。彼と彼のチームは短い茎を持ち、より多くの穀物を生産できる小麦品種を開発しました。これにより一般的な品種と比較して収穫量が大幅に増加しました。同様に彼の研究は IR8 として知られる革命的な米の品種を生み出しました。これらの高収量品種はアジアをはじめとする多くの国々で飢餓の危機を減少させるのに貢献しました。ボーローグの革新は単に新しい品種を開発することにとどまりませんでした。彼は農業技術の全体的な改善を推進しました。例えば改良された灌漑システムや化学肥料の使用、適切な農薬の適用などです。これらの技術は高収量品種の潜在能力を最大限に引き出し、持続可能な食料生産システムの構築に不可欠でした。次にこの革命が世界に与えた影響について詳しく見ていきましょう。緑の革命は世界中の食料生産に革命的な変化をもたらしました。特に開発途上国での食料不足問題の緩和に大きな影響を与えました。高収量品種の導入によりこれらの国々の小麦や米の生産量は劇的に増加し、多くの人々の飢餓を救うことができました。しかしこれらの成果は高度な灌漑設備や化学肥料、農薬などの投入に依存していました。緑の革命は農業経済にも大きな影響を与えました。高収量作物の導入により農家の収入は向上し、多くの地域で農業が活性化しました。し
かし、この変化は大規模農家に有利であり、小規模農家はこの新しい農業モデルに取り残されるケースもありました。社会的には、緑の革命は農村部の雇用創出に貢献した一方で、都市と農村の経済格差の拡大も引き起こしました。緑の革命には批判も多くありました。環境保護主義者からは、化学肥料や農薬の過度な使用が環境への悪影響をもたらすと指摘されました。また、遺伝子多様性の低下や土壌の劣化など、長期的な持続可能性に関する懸念も提起されています。これらの批判は、現代農業の持続可能な発展に向けた重要な議論を提起しました。緑の革命がもたらした影響は複雑で、多面的です。次は、ボーローグの遺産と現代農業についてさらに深く掘り下げていきましょう。ノーマン・ボーローグの業績は、現代の農業に多大な影響を与え続けています。彼による高収量品種の開発は、世界中の食料生産を飛躍的に向上させ、飢餓を減少させることに貢献しました。この業績は、現代農業技術の基盤となり、食料安全保障の向上に不可欠な役割を果たしています。しかし、ボーローグの遺産は現代農業にも課題を残しました。化学肥料や農薬の過剰使用、生物多様性の低下、土壌の劣化など、環境への悪影響が問題視されています。これらは、持続可能な農業を目指す上で重要な教訓となり、環境に配慮した農業技術の開発や、資源の効率的な利用が求められています。未来の農業は、ボーローグの遺産から学んだ教訓を活かし、より持続可能な方法を追求していく必要があります。これには、環境に優しい農法の採用、生物多様性の保護、土壌の健全性の維持などが含まれます。また、気候変動への対応や、世界人口の増加に伴う食料需要の増大に対応するための革新的なアプローチも求められています。このセクションでは、ボーローグの業績が現代農業にどのような影響を与え、私たちがどのようにその遺産を生かしていくべきかについて考えました。彼のストーリーは、農業の未来を形作る上で重要な指針となるでしょう。